怪獣マニア芸人の佐藤健二です。芸人とは貧しい時も辞める時も家族に不幸があった時も人を笑わせ笑顔にする仕事、そんな芸人の世界に生きる若者が恋に落ちた。しかし佐藤君と付き合うくらいなら死んだ方がマシよ。これは名もなき芸人が生まれて初めて恋に落ち、芸と恋の狭間で涙ぐましいほど不器用に、そして不細工にもがき苦しむ恋の物語。初恋芸人。皆さん、先に今日の柄お渡ししますね。ありがとうございます。須藤です。須藤さん、はい。お願いします。はい。ありがとうございます。セブラとの榎本とババラです。よろしくお願いします。はい。はい。なんか土の子さんのだけ分厚くないですか？当たり前だろ、まあ、俺がチケット一番売ってんだから。あ、あの、また呼んでくださいね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日も頑張ってくださいね。ありがとうございました。ありがとうございました。佐藤さん、今日新ネタかけるんですか？え？ああ、須藤君今集中したいから。俺も今日新ネタなんすよ。この間までのアニメネタやめました。モテないんで。は？だって受けたって意味ないじゃないですか。モテなければ。あのさ、モテたいんだったら俳優やミュージシャン他にもいくらでも仕事あるでしょ。そもそもお笑いってさ、今のお笑いに女子受けは欠かせねえぞ。吉野子さん、賞レースでせっかく優勝したのにさ、男目線のネタにこだわりすぎて未だにバイトしてる芸人俺何人も知ってるよ。早くブレイクしたいんなら女子供に受けのいい歌ネタやリズムネタやった方がいい。え、そうなの？なぜかわかるか。テレビでネタ番組が減って今の若い子たちはさ、スマホの動画サイトでネタを見てん。となると本格なしゃべくりよりも小さな画面でなおかつ30秒内に笑えるリズムネタの方が適してるね。なるほど。でも俺ら100本以上動画アップしてますよ。全然売れないっす。お前らさ、それ以前だからな。動画って言っても手間かかりますもんね。あとはキャラとフレーズだな。まあ、大手事務所ならともかく俺たちみたいなフリーの芸人は記憶に残るインパクトのあるキャラを作れるかが鍵になるんだ。ただしそれも女子受けするキャラとフレーズが望ましい。やばい、女子受けなんて全然考えてなかったとか言ってる俺もさ、女子受けも知らないネタばっかりやって今年で30でな。女受けか。俺も10年前じゃハト出すだけでキャーキャー言われてたのに今じゃ。10年前のことより明日の支払い考えな、この会社なし。佐藤さん、やっぱ売れるには女子受けっすよ。落ち着け健二。女子に受けなくても案ずるな。人口の半分は男だ。つまり1億2000万人のうちの6000万人が味方だ。かつてのウルトラシリーズだって男子に向けられて普及の名作と。姉さんおはようございます。声がでかい。スナックのバイトで朝まで飲んでたからあっためて。すいません。佐藤さんの新ネタ俺は面白かったですよ。ねえ、そういえば客席にあんたの友達来てたでしょ。そう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 、変な怪獣の着ぐるみの人。ああ、お疲れ様でした。はい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 、生のおかわりお待ちしております。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。僕らも打ち上げ参加したいですが稼がないといけないんで。ああ、ご苦労さん、ご苦労さん。おみんな、どんどん好きなもの頼むよな。土の子さん、同じフリーなのに羽振りいいっすね。いつもさせ。ちなみに俺、次のイベントもイベンターから頼まれました。マジっすか。うちら何も言われてない。まあ土の子さん、もともと大手所属でレギュラー持ってたぐらいですからね。そういう問題じゃないんだよ。いいか、一つ一つのステージを大切にやってれば、ちゃんとどっかで誰かが見ててくれるんだよ。さすがは。あの、僕決めました。芸人やめます。ああ、
もしかして金返せってクレームだ。外まで声が聞こえてたんで、もしかしたらと思って。うわ、本物だ。よし、銀杯一緒に飲もうよ。いいんですか。いいんです、いいんです、飲みましょう。おごりますから全部。おごるね。おごるの俺だろう。名前は君。あ、リサです。市川リサです。リサちゃん。ああ、リサさん、じゃあここ、ここ座ってくださいよ。はい、どうぞどうぞ。はい、リサちゃんです。何を見ます。生でお願いします。生で、生で。あの、ハスも今日のライブどうだった。すごい。あの、僕の引退表明を。皆さんどうして。辻の子さんに仕事回してもらおうと思って。はい、この間だって、まあ、ライブの仕事回したろうが、まあ、俺だと同じフリーなんだからさ、そんな気にないからね。ですよね。いつもすみません、ずずしくて。何、お金必要なの。いくら。まあ3万ぐらい。3万なら俺貸しましょうか。いいよ、後輩に借りるなんてかっこ悪いし。大丈夫っす、俺親に100万送ってもらったばっかなんで。え、須藤くんちって。おお、めっちゃ金持ちっすよ。親父会社3つやってます。貸して3万今すぐ。ああ、バイク買ったの忘れてた。100万全部。はい、まだ免許持ってないんですけど。10万だけだろ。ねえねえねえ、辻子さんさ、ギャラのいい仕事ないの。なんか地方の営業とかってのはないんですか。あ、単価50とか100って言うじゃないですか。それ一発当てた芸人さんだろ。俺たちフリーなんて、わー、そうだな、ワンステ3000ってとこだよ。結婚式の余興とか稼げるんだけどな。このリングのように2人はもう二度と離れません。これでワンステ5万。バブルの頃なんてさ、学園祭でワンステ平気で50とかもらってたんだけどな。懐かしいな。ワンレンボデコン、アシメシミツグ君。始まった。あやちゃんのバブル行こう。まあ、みんな何かあったらさ、声かけるからさ、な。お願いします。お願いします。あ、佐藤さん、営業一件ありましたよ。え、本当。はい、どうも、怪獣マニア芸人の佐藤健二です。いやー、いつもの控え室より豪華っすね。土の子さん。まあ今回はあれ、ゲスト扱いだからな。うん。ねえねえねえね、あいつ大丈夫、気味悪いんだけど。うん、ネタ見た感じはね、いけそうなんだけどね。